これよりクエストを開始します。早速地図を確認してみましょう。私たちの現在位置がこちら。まずはこちらの場所を目指し痕跡を見つけましょう。道に迷ったら地図を開いてくださいね。では目的のモンスターを探し出し、制限時間以内に狩猟してください。
動を始めましたね。シルベムシを頼りに追いかけましょう。ジャンプ攻撃をうまく当てると大型モンスターに乗ることができますよ。なるので注意してください。
クリア、おめでとうございます。